南口のですねミナクルで時々あの若い子たちがね、ストリート、ライブをやっておりまして、それに刺激をされて、あ、僕もなんかやってみたいなと思って、ちょうど1年前からですね、みことちゃんと同じ先生についてギターを習い始めました。わーすごい。先生はすごいんですけど、あの生徒が出来が悪いもんですから、まあそうは言ってもね、1ヶ月に1回あ2回1回が1時間ぐらい、そんな程度で1年過ぎて、まあ、どっかで発表したいなっていうそんな思いで、今日は前座でね、こんな素晴らしい天気の中、皆さん方のお耳を汚すというか汚す、そんな格好になるかと思いますけれども、緊張で指震えてますけれども、神谷正弘、星野正春、まさまさということで、まささん、ずまささん、ずです、よろしく。そして息子の浩平がボーカルということで、2曲だけやらせてもらいます。よろしくお願いします。浩平頑張れよ、頑張れ。はい、私の体を抱いて冷たいねって言ったのよ。若かったあの頃、何も怖くなかった。ただあなたの優しさが私の似顔絵、うまく描いてねって言ったのに、いつもちっとも見てないよ。窓の下には神田川、三畳一間の小さな下宿、あなたは私の指先見つめ、悲しい書いて聞いたのよ。若かったあの頃、何も怖くなかった。ただあなたの優しさが気楽に行きます。もう議会で発言する以上に緊張しながら、議会以上に
本当に迷惑かけてます。じゃあもう最後の曲です。はい、22歳の別れを。息子さん23歳だけど。いいよ、22歳に。星さん全然上がってないね。全然緊張だよ。情けないね。はい、じゃあちょっと待ってね。はい、行きましょう。はい、ワン、ツー、スリー、フォー。あなたにさよならって言えるのは今日だけ。あなたの温かい手に触れたらきっと言えなくなってしまう。そんな気がして、私には鏡に映ったあなたの姿を見つけられずに、私の目の前にあった幸せにすがりついてしまった。私の誕生日に22本のろうそくを立て、一つ一つがみんな君の人生になれていて、17本目からは一緒に火をつけたのが去年のことのように、今はただ5年の月日が長すぎた春と言えるだけです。あなたの知らないところへとついでゆく私にとって、そのままで。お粗末でございました。ありがとうございます。ありがとうございました。また精進してね。最後にカメラポリガンからここに戻った時にまたやれるように頑張ります。ありがとうございました。まさまさよかったよ。いや、まさまささん、それは大方がいい。前座であくまでこれ